主任の村井健太郎です。研究員のマコリーヌです。今週は松本太陽さんの東京日頃を特集してお届けしたいと思います、はい、東京日頃いよいよとうとう完結、うん、全3巻で完結しまし た、ね、個人的にはもう少し長く続くのかなという気はしていたんですけども、はい、3巻ということで完結したんですが、僕はまあ、まあもうちょっと読みたかったなという、うん、まあ感想ももちろんあるんですけども、やっぱり、これぐらいの長さで終わる作品がもっとあっていいなとも思いますし、1巻が出たのが2021年ですね。21年でしたか、はい、なので割と早いペースとは思うんですけども、はい、1年に1冊のペースだったんですけどもね、アキラと同じペースですね。ああ、そうか、はい、で書かれた漫画です、はい、で雑誌編集者の塩沢さんという、うん、男性が主役、はい、かつて、大きな出版社に ね、で有名な伝説の雑誌を作り上げたという、はい、塩沢さんが、まあ、会社を辞めるところから物語が始まっていくんですよね、はい、で一番最初にこの東京日頃の特集の時に話したのは、塩沢さんが持っている漫画を処分するっていう時の下りのところで本当に泣けるってしまってみたいな話を、したと思うんですけども、でその後2巻、まあ、で登場するのは塩沢さん漫画編集者、そして、元いた編集部の編集者の人たち、はい、それからかつて塩沢さんが担当していた漫画家の人たち、その人たちに、塩沢さんが会社を辞めて自分一人でまた雑誌を作ろうということで、うん、かつて自分この人に書いてほしい、まあ、かつてお世話になった漫画家の人たちで、なおかつ今この人に書いてほしいという人たちのところを訪ねて、はい、うん、ぜひ書いてくれませんかと、まあ、頭を下げて回るという、それで物語が続いていくんですね、うん、でその中に、長作さんとか、青木くんとか、まあ、はい、その新人の漫画家だったりアシスタントだったり、うん、それからベテランの漫画家の人で、主人公の塩沢さんとすごく長い付き合いの漫画家の人たちなどなどなどが出てくるんですね、うん、で登場人物は決して多くありません、はい、ですがそのとにかく丁寧に書かれている漫画です。なんかその丁寧ですよね、はい、それはすごく感じました私も。おそらく最初からこれ鉛筆で書いてるのかなと思いながら見てたんですけども、うん、鉛筆と G ペン、それから薄墨、別に、はい、スクリーントーンなどの効果を使わないで、あくまでモノクロの画面だけで、うん、絵が進んでいく漫画です。薄墨が使ってあるんですね、はい、でなるほど。僕はもうツイッターなどで、言いましたけど、はい、もう傑作名作だと言い切ってしまいたいっていうふうに書きました、うん、で今もそう思っていて、これはもう僕2023年はもう東京日頃かなと思ってるんですけど、うん、これまでもねフリースタイルとかいろんな、はい、漫画のランキングでもこう何度も、はい、うん、登場だから2021年から登場してるってことかな、はい、そうですね、はい、ですよね。なので僕も個人的にはもうこれっていう感じなんですね、うん、でその、まあ、松本太陽さんの漫画もちろん以前から好きだっていうこともあるんですけども、はい、今の時代にこのテイストでまず主人公がおじさんで、うん、の雑誌の編集者でその地味な成り立ち漫画の世界を描く、うん、はい、だしその50を過ぎたおじさん、はい、っていうシチュエーションの中で、うん、連載をするっていうこと、うん、でこれもツイッターに書いたんですけど、僕ツイッターじゃないや X の方に書きましたけど、うん、今キャラクター漫画が主流ですね。そうですよね。でそれは別にいいとか悪いとかの話じゃなくって、今はキャラクター漫画の時代です。その中で東京日頃っていうのは割と背景のページがすごく多くって、うんうん、登場人物が小さくいて背景をものすごく大きく見開きなどで書くページなどが印象的になんですけども、背景で物語を語れるっていう本当に現代の漫画において
今21世紀のこの2023年の漫画界で本当に稀有な作品だと思いますね。あの塩沢さんの部屋とかがすごく印象残ってて、うん、そうなんですよ。すごい物が多い部屋なんだけど、あの本とか本当に綺麗に並んでいて、うん、で文鳥を飼ってて、文鳥との会話はね本当に面白いですよね。そう、なんか文鳥に敬語で、はい、語りかけてたりとかして、なんか塩沢さんのこの人格っていうか人柄みたいなものがすごくうまく表されているっていうか、そのお部屋の感じとかも、はい、うん、と思います。で、これ思いました。地上波ではちょっと難しいかも。これ一巻の特集の時も言ったんですけど、これ映像化を誰かがやるんじゃないかな、うん、やってほしいですね。大根監督あたりがやってくれると本当に僕はいいなと思ってるんですけど、塩沢さん誰だろうな僕心の中ではキャスティングはもう決まってるんですけどね。決まってるんですか、はい、ちょっと言いづらいなっていう人なんですけど、ね、ミュージシャンもやっている、あ、野球好きなそうですね、あの人、そうですね、が割とぴったりだと思うんですよ。あ、なるほど、うん、あの体格的にもそうだし、確かにちょっとガチッとして ね、もうね絶対もうあの人か、そう、あの人しかいないって思ってるんですけどね、映像化の時は、はい、うん、年齢的にもあのバッチリですしね、うん、いい、まあまあそれは置いといて、で、あの絵の話をすると、あの鉛筆ですごくこういわゆるベタではなくて、あの鉛筆でゴシ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 こう塗りつぶしていく感じなんですよね、うん、はい、っていうような絵の作り方で、いわゆるパースがかかっているような建物であったり、うん、道なのか風景においても、いわゆる松本太陽パースっていうか、あの手書きの少し歪んでるんですよね。だからこう今はあまり見ないタイプの絵ですよね、はい、鉄痕金コンクリートの時からそうですけども、はい、うん、手書きであの街とかを描く時にフリーハンドで、はい、あの少し魚眼だったり、うんうん、少しこうパースが歪んでるようなのをわざと描かれるんですけど、今回の東京日頃でも、まあ、あの鉄痕金みたいに極端にはかかってないんですけども、はい、まあ松本太陽パースだと言えるような、うん、情景というか、印象的なものがすごく多くて思わず真似をしたくなるっていうね、やっぱりあの浅野いにおさんも割と背景を広くとって、うん、印象的に見せる作家の方ですけども、より人物の、なんだろうな、描写とかも割とこう、はい、なんだろうな、繊細というか緻密な描き方で、うん、そこにも割と情報量を入れて描く人なんですけど、うん、松本太陽さんは割とそこら辺あっさりいくんですよね。で、僕3回完全にこれってアナログですか？完全アナログだと思う。もしかしたらデジタルでアナログの原稿を仕上げた後に処理をしている可能性はありますけど、元はアナログってことですね。原稿はアナログだと思います、はい、もう一つ特徴としては、吹き出しで主人公が喋ってるシーンあるんですけど、はい、主人公の口が開いてないっていうのがね、松本太陽の特徴ですね口閉じたまんま吹き出しが進んでいくんですよ、うんうん、なんで一瞬モノローグかなって思うんですけど、喋、うん、ってるっていう口を、まあ、開けてるシーンもあるんですけど、口を閉じたまま話しているっていうのが、うん、特徴ですね。特徴ですね。お、松本太陽だなみたいな感じがしますね、うん、あとね、表紙がいい、表紙がいい一巻が文鳥だったんですけど、はい、2巻がリンゴで3巻の表紙が傘になってます。で、これはそれぞれあのその、漫画の中、1巻だったら1巻の中に、2巻だったらリンゴが出てきて、象徴的なものですね。象徴的なアイコニックなものが、表紙に描かれていて、3巻は傘です。で、傘はとても印象的に最後の方で描かれるので、これは傘だよなと思いながら、うん、そこはエンディング、まあ、もちろん読んだ人も読んでない人もいると思いますし、これから読もうという人たちもいるので、あまり最後の方とか話しづらいんですけども、やっぱり傘、それから広がりのあるエンディングだと思いました、うん、やっぱり、読んだ人が
その塩澤さんのこれからの物語を想像できるような広がりのあるエンディングで、とても気持ちのいい終わり方だったなと思います。はい、うん、あとその帯に書かれてる、はい、なんかちょっとしたコピーみたいなものがあるんですけど、うん、それがね、うん、なんかコピー大賞をあげたくなるような、はい、おそらくね、いいんですよ、これはいわゆる想定のデザインをする人がいて、はい、まあ、小説でも何でも全部そうなんですけども、想定デザインの人が、まあ、コピーライターの人とに依頼をしてコピーを書いてもらう場合もありますし、編集者の人が書くとかっていう、うん、なんかこう聞いたりも しますので、人は漫画を生きるのかとか、うん、そうずっとね、はい、このコピーがすごくいいなと思ってて、で今回はね、あの松本太陽の到達点完結って書いてあるんですよ、はい、これはもう本当に僕も松本太陽の到達点だなと、あの一つ到達点、うん、一つの到達点だと思います。これからまた先あの新しい作品を生み出してくれると思うので、そこではまた新たな景色を見せてくれると思うんですけども、はい、うん、東京日頃は本当に何だろう、代表作、松本太陽の新しい代表作、だと思いますね。後半はメッセージもいただいていますので、はい、ご紹介していきたいと思います、はい。主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は東京日頃、うん、特集してお届けしています、はい、メールもいただいてますね、はい、ますありがとうございます、篠山さんありがとうございます。こんばんは、東京日頃、2巻まで読んでみました。お、私は松本太陽先生の作品を今回初めてしっかり読んだと思います、うん、この東京日頃は漫画編集者を主人公としながらも、そっと人の生活を覗き見するような日常を感じました、うん、それは映画やドラマよりももっと普通と言っては語弊があるかもしれませんが、隣の家を覗くようなストーリーの進め方、小回りをただ眺めている気分でページを巡っていました、うん、30年前の自分には多分物足りなく感じるほど現実的で写実的な表現は今の年齢になったからこそこの漫画に関心を持つことができたのかもしれません。この話の終わりに何が待っているのか、それとも人生には大きな波がなくとも終わっていくような終わりが待っているのか、興味が湧いてきていますといただいてます。なるほど、確かにそうですね。あのそれこそアングルが独特なので、部屋の、あの上からちょうど天井ぐらいにの目線で部屋を描くとか、はい、うん、ちょっと俯瞰みたいな、俯瞰がね、もともと松本太陽さん あの作品の特徴でもあるんですけども、そういうところがこうなんか覗き見してるというか、あのそういうような気分にするのかもしれませんね。あの、はい、ぜひ3巻素晴らしいのでぜひ読んでみてください。なんかこう人の脆いところとか、うん、なんかそういうところってすごくよく書かれてるなっていうのがありました。で、ね、で結局それが愛おしいというか、うん、そのダメだったりするところも含めて、うん、その人の良さというか人間のいいところじゃないっていうような描き方とか、うん、ね、某川北さんって名前言っちゃってますけど、ネストの川北さん、はい、もう読んだって書いてましたね。もうネストの川北さんはなんか娘とのやり取りにグッときてた。長作さんっていう漫画家の人が出てくるんですよね超人気作家で、はい、だけど最近自分ではもうちょっとスランプでっていう思ってる人が、別れた奥さんは離婚されしていて、うん、で娘が遊びに来るんですよね、はい、そのやり取りがとってもいいんですよね。そう、そこになんか泣いたみたいな、はい、僕もじんとしましたあのシーンは、うん、本当にあのなんかそういうのも別にそのダメ人間ばっかり出てくるわけじゃないんですけども、ダメなところもあるけど、だからいいじゃないっていう、でもみんなありますよね、うん、みんなそういうところが思ってて、だからいいんじゃないかっていうようなとこですね、うん、なんかそういうこうまあ人間の描き方も松本太陽さんの、まあ、サニーから続いている
雰囲気はずっと、はい、一貫してるんですけども、まあ、今回の、東京日頃に関してはすごく静かで、だけど独特の緊張感というか、うん、ちょっと張り詰めた感じもあの後ろの方にずっと漂っていたりとかして、はい、なんかその辺のこうコントロールというか、うん、作品のテンションというか、なんかそういうのももう独特ですごくうまいなと思いました。その松本太陽さんもこう人生重ねられてきたからこそのものがやっぱ出てますよね、うん、はい、今ね本当にそうだと思います、うん、メール続いて丸眼鏡親父さん、はい、ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです、村井主任マコリーヌ様こんばんは。こんばんは。今回はテーマが東京日頃、以前一巻が発売された頃にメールを読んでいただいた丸眼鏡親父というものです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。3巻が出ていたのを本屋さんで見つけて手に取ってみると、本の帯に完結の文字、うん、早速購入し夜一巻からもう一度丁寧に読みました、はい、お話といい絵といい丁寧にが本当に似合う作品でした。本の帯は担当編集の方が作る場合が多いと聞いたことがあるのですが、東京日頃の帯は1巻から3巻それぞれが作品を読み終えて改めて読むとグッときます、うん、担当の方は主人公塩沢さんのように素敵な方なんだろうなと思います。本当ですね、うん、帯外せませんって書いてあります。わかります。僕も帯はねつけたままにしています、はい、最後に塩沢さんが以前編集し、廃刊となったコミック夜と今回のコミックドーン、あのドーンはあのね、うん、カタカナなんですけども、でぜひ読んでみたいです。本当ねコミックドーン読んでみたいですよね人は呼吸し漫画となるとカバーにあるんですけどね、これは3巻のカバーに書いてあるんですけども、はい、で追伸としてカバーの文鳥リンゴ傘は漫画の中にも出てくるのですが大きな意味があるのでしょうねと、これはねさっきちょっと触れましたね、うん、はい、特に3巻の最後に傘が出てくるんですけど、これはあの、最後の情景をちょっと書かれているのでそこは読まないようにしておきますが、はい、主任はどう思われましたかということで書いていただきました。ありがとうございます、うん、あの僕は先ほどもちょっと、言いましたけど、非常に広がりのあるエンディング、はい、うん、読者に塩沢さんの今後を想像させてくれる、うん、この物語が続いていてこの登場人物たちの生活がずっと続いていくというようなことまでちょっと思いを馳せることが僕はできました、ね、日々や人生をこう思えますね、うん、はい、なので広がりがある、うん、とてもいいエンディングだったと思います、はい、それから田中ひろみさんからね、はい、あの北極百貨店のコンシェルジュさん行ってきました、よかったです、うん、というメッセージもコンシェルジュさんよかったですねえ、いただいてて、僕がまだ見に行けてないんですけども、行きます。そう、あの早くしないと終わっちゃうよっていうね、そうなんですよ、それもいただいてるんで、あと、ベホイミさんからはねゴジラ 1.0 見ましたということで、マイナス1.0来た、うん、なので、これも近いうちに、話したいですね、話したいですね、まあ、もうなんともうすぐ12月がやってくるということで、そう今年のまとめみたいなことでやらなきゃいけないので、そうなんですよ、あと、ベホイミさんは火の鳥もねご覧にそうなっていて望郷編が、うん、ただ少しやっぱりなんだろうな、少しこうマイルドになってる、そうですね、こういろんな人に見てほしいうん、ところはあるでしょうね、少し甘口のエンディングになってました、うんうん、劇場版の方がハードかなと感じましたというふうに書いてありますね、うん、やっぱり全年齢層に見れるように仕上げてあるので原作と比べると甘口仕様な火の鳥望郷編だと感じましたというふうに書いてあるんですけども、まあでもやっぱりいろんな火の鳥って今まで何回もアニメ化されてますけども、はい、今回 の制作陣がこのまあエンディングだろう、この作り方だよなと思って決着した感じがこれなんでしょうね、まあでもとても良かったみたいですよ、はい、うん、たくさんメッセージもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、
取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画アットマーク rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。